はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はチューハイです。カリブーンの、期間限定ラムウィズライムコーラということで、ラムと、ライムコーラ、ライムとコーラですね。ラムとライムとコーラ。ね、アルコール度数4%、果汁が1%。うん。です。冷凍庫の中に2時間入れといたんですよ、これ。本当は1時間のつもりだったんですけど、忘れてて2時間入れちゃって、やべえ、凍ったかなと思ったら凍ってなかったんで、危ねえと思って。ね。これが夏じゃなかったら確定で凍ってますね。ということで飲んでいきたいと思います。つまみ何にしようか。つまみ、これ、あ、結構つまみがいっぱいあって、じゃん、ね、これです。クレイジーバタ、塩バタピー、クレイジーソルトバタピーということ。岩塩とハーブが絶妙ということ。クレイジーソルトっていうの俺も食べたことないですね。岩塩とハーブが絶妙なクレイジーソルトを使用して味付け、おつまみにぴったりです。というね。なんかようわからんの。スーパーで買ったやつです。それでは。あ、これは。それは乾杯。あ、結構ラムの味するね。ライムの味があんまりしないけど、ラムの味はちゃんとするし、コーラもちゃんとする。クレイジーソルトか。うん、美味しい。クレイジーソルトってなんだろう。クレイジーソルト。アメリカ・ニュージャージー州が、のなんちゃらかんちゃら社が製造する岩塩をベースにスパイス、香草などを調合した調味料。これ美味しいですね。普通のバタピーに、なんだろう。結構しょっぱいです。しょっぱいの結構好きなんで。100% 天然のハーブを使用した岩塩ベースのハーブ&スパイス調味料。アメリカではアイスクリームとケーキ以外何にでもよく合うと言われています。なるほど。岩塩、カッコスライス、ペッパー、オニオン、ガーリック、セロリ、タイム、オレガノ、スイートマージョラム。
だって。え、安い。安いのか。クレイジーソルト、アマゾンに売ってる 113g で562円だって。配送料無料だ。で、113g って相当入ってないか。ちょっとわかんないけど。塩だろ？相当でもないのか。113g、しかも56件のカスタマーレビューがあって、4.3星。すげえな。これうまそうだな。ちなみにウェイパーとかありますよね。これも食ったことないです。ウェイパー。500g 1028円。どんな味がするのか、ウェイパーはわかんないの、食べたことないか。ウェイパー。これもちょっとね、食べてみたいんですよ。どんな味なのか。500g 1000円か。これもちょっと食べてみたいですね。クレイジーソルトか。クレイジーソルトもちょっと欲しいな。若干。あ、250g 売ってる。ウェイパー。700円。適当にラーメンとかに入れりゃいいのかな、これ。ウェイパー。高級中華スープの素だって。なるほどね。250g の方が、ね、いいっぽいですね。使い切れる量としては。うん。買ってみようかな、250g のやつ。689円か。まあ、これ多分業務用スーパーとかに売ってると思うんで。今度買ってみようかな。クレイジーソルトもちょっと欲しいですね。なんか、クレイジーソルト何に使えばいいんだろう。うん。よくわかんないですね。だってそんなに食卓に塩って俺使わないんだけどな。ああ、揚げたポテトにかけるとか。そんな料理しないからね。料理っていうか、
適当にパスタに絡めて食うとか、なんか味気ないよな。まあいいか。米にかけて食う。ああ。ふりかけ的な意味でね。それもいいかもな。ふりかけの代わりに食う。買って、かけて。うん。まあ。ただの塩じゃなくて岩塩っていうのがやっぱポイントでしょうね。うん。まあそれにハーブ。やっぱり若干なんか、香りが、加わってうまい。うん。ああ、適当に焼肉とか、にかけてもうまいかもな。なるほど。一人焼肉で。あれか。っていうことを考えると、個人的にね、結構一人焼肉は、やりたいんで、ちょっとあれが欲しいんだけど、カセットコンロと、とか、そういう系、まあ、ホットプレートでもいいんだけどさ、ホットプレート的なやつ。一人暮らし用のホットプレート的なやつ。結構安いんだよな、ホットプレートって。意外と。家にあるホットプレートね、なんか、剥げてんさ、塗装みたいなのが、ぶわー剥げて、大変なことになってるから、使いたくねえんだよ。ホットプレート買ってそこら辺ね、あれ、ほら、スーパーで焼肉の肉買って、みたいな。あ、うまいな、これ。結構、しょっぱい。
てか、これ、あれだわ。ビールのつまみにうまいぞ、これ。最適だぞ。こんな甘いチューハイのつまみに食うもんじゃないな、これ。てか、つまみにっていうか、チューハイにつまみはほぼいらんだろうって。食っときながら言うけど、いらんよなーって。思いますね。今更。ああ、腰が痛い。腰が痛いプラス、左手首がさ、あれなんだよ。腱鞘炎が一向に治る気配がない。もうほとんど職業病なんだろうな、これな。確実に。ここの、手首なんですけど。今ちょっと、なんだ。湿布貼ってるんですけど、ここは痛いんですか。まあ、ね、仕事しなければいいんですけど、そういうわけにはいかん。腰も痛い。ちょっと湿布貼ろう。よいしょ。あ、そこまで痛くない。動かさなきゃそんなに痛くないんですけど。どうしても。ね。動かしますからね。腰痛持ちは辛いわ。うん。うん、結構ラムの味がしますね。今更ですけど。うん。これは結構あれだわ。なかなか。プレステ4の転売価格が上昇中。だって。発売前からもいきなりプレミア価格のプレステ4だって。バカじゃない？買わんわ。なんかないかな。いいネタは。いい話のネタは。なんかないかなーってて。
なんかないの？なんか。面白いネタは。それ、風立ちぬって、ジブリの。なんか面白くないらしいですね。うん。まあ俺見ないからどうでもいいんだけどさ。だってポニョも見てないし、なんだろうね。特に興味がない。特に興味がない。というのが一番の理由です。正直、このラムウィズライムコーラは、微妙です。ラムの味がするとかって言ってたけど、実際するはするんだけど、うまいかどうかで言うと別にうまくはないなと。ということで、三つ星です。それではご視聴ありがとうございました。